はい、今日はですね、デジタルピアノ、クラビノーバ CLP の535という機種ですね。はい、もう電源の方入れておりまして、音出しの方は確認できております。本当はね、生のピアノを購入いただきたかったんですけども、マンションの方が、生のピアノは禁止のマンションでしたので、今流行りのハイブリッドピアノね、ヤマハのハイブリッドピアノをご購入いただきまして、この分を引き取らせていただいたというふうな形です。まだ、2014年製ですので、まだまだね、ご利用いただけますので、もし大事に使ってくれはる方がいらっしゃったらお願いしますということですので、今回ご紹介させていただきます。はい、音ね、なかなかいいんですよね。ね、ペダルも3本ついておりまして、外装もね、傷もパッと見る感じではどこにもないかな。大人の方が使っておられたのでね、そんなに傷も、まあよく見たらそれはあるんでしょうけども、これはホコリか、これはホコリですね、ないような感じですので、非常に程度はいいんじゃないかなと思いますね。椅子も、これのペアの椅子がついております。どうしてもね、最初の取っかかりとかね、あと、まあ、サブで1台ね、これでさ、ヘッドホンでね、弾くことができますので、欲しいとか、まあ、デジタルピアノ、欲しい方おられましたら、お問い合わせください。